はい、26です。で今日が4月20日です。で今日は、はい、まあ、試しに貼りましたけど、こんな感じで天井に断熱材入れていきます。まあ、一応これはそうです、マグロですね、マグロール。はい、これアウンワークスで結構速攻で届いたもんですね。で、まあ、一応これを貼っていきます。まあ、一応ここの書斎だけは、まあ、これで半端なこれを貼っちゃったんで、まあ、これでいきます。であとあっちの部屋とか一番めんどくさそうな八丈間は、福島の大工さんからもらったあの断熱材を打ってちゃちゃっとパパッと終わらせていきたいと思います。はい、こんな感じです。あとはこのマグロールに関しては、端材が出てしまったとしても、まあ、全然使っていけるっていうのがあのポイントですね。逆にその端材が出ないようにやっていくことが一番重要かなって思います。まあ、出てもタッカーで無理やりどっかバチバチやればいいんですよね。だからすごいこれ便利だなって思います。でもね、なかなか使いましたね。今注文したのが5つですね、アウンワークスで。5つだから 22×5 つだから 5×20×110m ですね。110m 使って全然使
使い切るんですよ。だから天井裏に切ったやつを回収してまた使いたいっていうことが悔やまれます。ああでもこれやこれがねダメだなと思ったんですよね。まず、僕はあの寸法狂ってるんで、とりあえずこの出会って出会ってイベントが起きてからこれやるに向かって発表をこう、まあ、そうしてます。こんな感じでリフォームしてます。はい、今6時過ぎくらいですね。はい、なんか結構日中はダメですね、体疲れてて。まあ、一応八丈馬をやっつけたのがでかいっす。ああちょっとあそこタッカー打つの忘れちゃった。まあいいや。いやーでもこれでかいっすね。であとはまあここはどうしようかなっていう感じですね。本来あれ壁に使う断熱材だからね。でタッカーの芯の、長さがあるんですけど、最初6ミリだったんですよね。いや6ミリだとやっぱり断熱材の厚みとサスケネさんからもらったああいういいやつだと逆に弾力で戻されてねこうピンって抜けるから、まあ1センチ10ミリの芯使わないとダメですね。はい、であと残すところはまあちょっとここまだビス止めしてないから危ないっちゃ危ないけれども、まあこの天井ここをや明日やっていこうかなって思います。で天井さえ仕上げちゃえば、およっ天井さえ仕上げてしまえば、あとはこれ床下いけるんですよね。でもまあまだ床下がね乾かない。まあ扇風機で当てておかなくちゃいけないんだけど、まあその扇風機もまだ当ててないんで、はい、ってな感じです。まあ、やっぱりこれ天井さえ終わっちゃえば床ボーンってあとは落とせるから、もう床ボーンだからもうボンボンボンとかいけるからね。ボンボンうるさいけど。なのでまああとはそうですね、床ここ床剥がそうと思ったけどまだいけるから剥がさなくていきます。で今日あの 買おうとしてる冷蔵庫をどこに置くかで迷ってて、まあここら辺に置こうと思うし、冷蔵庫118キロあるんだよね。だからちょっと柄を入れて床下潜ってちょっと補強しないとなんで、まあ一つまあ済んだらまあいろいろ出てきますね。はい、まああとは一つ一つやっていけば一つ一つまた起こってくるんで、そういう状況が違ってきたらまあ終わりにオープンに近づいてるっていうことなんで、まあぼちぼちやっていきます。はい、こんな感じでまあなんとかね八丈間まで天井断熱しました。こんな感じでオープンまで頑張ってます。バイバイ。